みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルしほです。はい、ということで今回はですね、今回はコストコで買ってきた購入品紹介をしたいと思います。ということで、私たちは学校行ってたんですけど、学校行ってる間にね、はい、ママがね買ってきてくれたので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、何個かリクエストしてたんで、はい、こちらもね、はい、買ってくれれば私はすごい幸せです。私はね、はい、さて何でしょうかね。まあちょっといっぱいあるので順番に、はい、はい、紹介していきましょう。はい、どうします、どうします、どう、なに、なに、見映ってない、中途それ無理そうじゃない、チロンが乗って動けない。じゃあ上からもうやっちゃう、このままここからどん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 。これね、新発売でした、このパン。まず一つ目が、はい、美味しそうじゃない、ミルクブレッド。はい、ね、めっちゃ美味しそう、これ。これ新発売、新発売って書いてあって、めっちゃ美味しそう。朝ごはんにいいかなと思って。美味しそう、明日食べよう、これ。うん、明日食べたいと思います。絶対美味しいじゃん、これ。で、続いてこれはね、よく買うね、骨付き、骨付きのチキン、はい、ですね。エビ焼きの手羽先、はい、手羽元って書いてある。手羽元、先じゃないの、先じゃない、手羽元なんだ、ね、そう、なんか前はさ、手羽先も入ってたんだけど、2種類だったのに、最近なんか手羽元1種類になっちゃって、うん、こんな感じで、はい、こんな感じですね。続いてはですね、サーモンです。はい、これ2回目か3回目ぐらいだね、買うの。え、ほんとここのサーモン美味しいよ。美味しいよね。高いんだけどね。これで3961円。高いんですけど、40分ぐらいか。ね、細かく切ればどうなんだろう、ね、まあこれもね。でも私これ、一人で食べれる自信あります。確かに、我が家はこれはペロリと食べれるんですけど、ペロリです、ね、はい。続いては、はい、チョレギサラダ。これもいつも買ってるやつ。いつも買いますよね。でも本当これ美味しい。美味しい。で、今回もエビとホタテでした。サーモンだった時もあるんだけどね。今はこれだね。最近サーモンないです。あ、初めてじゃね？今回。そう、なんかこれ美味しいってなんか。台湾風混ぜそば。はい、買ってみました。キット。キットなんだよね。作るの？なんかちょっと待って、なんか。曇ってる。はい、これね、混ぜそばキットです。はい、はい、美味しいって聞いたので、ちょっと試しに買ってみました。どうかな、どうかね。あ、見えてきたんじゃない、しほちゃんが。見えてきましたよ。こちらです。こちら私がリクエストしたものなんですけど、はい、マックのですね。これ前回ね、前回も紹介したよね、多分。で、前回買った時にしほちゃんがめっちゃ気に入っちゃって、で、前回お友達と半分こしたんですけど、今回は絶対半分こしないでねって言われてね、めちゃめちゃ美味しいですこれ。うん、これおやつ、朝ごはん、朝ごはんでもいいし、おやつでもいいし、こんなにしほちゃんが大好きで、これ結構大きめでしっかり食べる。パパね、パパ前もなんか食べてない気がする。うん、食べない。食べた。ほとんどしほちゃんが食べちゃった前回、うん、ね、学校帰ってきてからおやつで、はい、美味しいんだよね。めちゃめちゃ美味しいですこれ。52キロカロリー。カロリーを読んじゃいけません。はい、パパ今いらない。パパにあげたのに返された。続いては冷凍ブロッコリーです。はい、これなんか変わったね。昔なんか透明だったのにパッケージが変わって、中身はどうなんだかわかんないんだけど変わってた。はい、とりあえずこれしかある時は買うよね、ブロッコリー。まあ買わない時もあるけど、なんか最近ブロッコリー不足かなと思って。で、今度ブロッコリー生で食べたい。そうだね。塩コショウで食べたい。うん。生。いっぱいいっぱい解凍してもりもり食べたいなと思って。うん、買ってきました、ブロッコリー。これ栄養満点だからね、ブロッコリーはね。はい、あ、この辺開きましたね。開きましたね。はい、次こっち側行きますか。そっち側行きますか。続いてツナ
そうですね。これもね、常備品で、リミちゃんが大好きなツナフレークです。ツナって言ったね、今。ツナフレークね。これはもう、すごい持つんだよね。何年も持つから、保存食としても使えるし、とってもいいです、これは。はい。はい、常に家にあります。あるよね。ある。続いては、セロリですね。セロリ、しほちゃん大好き、セロリ。え、これも食べよう。これもね、大好きだから買ってきました。このままマヨネーズにつけて食べたい。めっちゃいっぱい入ってます。でもこれ早めに食べないとね、結構すぐ傷んじゃうんだよね。で、あともう一個、これも大好きなトマトです。このヘタがなくてめっちゃいいです。洗ってすぐ食べられる。これめちゃめちゃ美味しい。美味しいよね、でもちょっと前よりね、小粒になった気がする。確かに、うん。そう、今回これ初めて買ってみました。鶏ささみフレーク。へー、初めて見た。はい、鶏ささみはさ、よく食べるじゃん。食べる。だから今回これサラダにのせてもいいし、なんかいろいろ使えるかなと思って。しかも缶詰だからさ、食べたい時に食べれるかなと思って買ってみました。はいはい、これは定番ですね。はい、これも常にある。嬉しい。あともうちょっとしかなくなっちゃったので、ちょうど買ってきました。はいはい。3年も持つよ。そう、3年も持つの。ツナも3年ぐらい持つの。やっぱ缶詰は持つよね。うん。続いてはこちらです。ぶどう。ぶどうちゃんです。ぶどうちゃんがさ、これ迷ったんだけどさ、なんか近くにいたおばさまがさ、これ安いわねってすごい言ってて、こんなの一房1000円ぐらいするのにとか、なんかすごい言ってたから、じゃあお得なんだなと思って。でこれ皮ごと皮食べれるし。1000いくらだった。ごめん、ちょっと後でレシート見とき。そうなの。桜じゃない。桜なの。続いてはこちらの。これもしーちゃんが買ってきてって言ってたやつ。これマジで美味しい。本当に美味しい、これたっぷり入ってるんだよね、一つにね、これいいです。これ美味しい。本当、お友達もこれ買ってました。マジ美味しいって言ってた。これ納豆巻きなの。納豆巻きなの。しょうちゃん、ご飯がなくて納豆だけ巻いて食べるからね。うん。本当の納豆巻き。これいつもリミが食べるって言って、5枚ぐらい食べて、あと31枚ぐらい残って、あげるって言われる。そう、これ本当にいっぱい入ってんだよね。これ多すぎるね、1個が。そう。でも美味しいの。美味しい。もうちょっと小分けがいい。続いてこちらの白ころのね、ジャーキーですね。はい、これもねよく買います。これずっと巻いていないよね。ずっと。でも今なくって。あ、そうなの。そう、しばらくなく、なんかたまにある時とない時があるの。そうなの。今回あったから買ってきました。これもね、はい、よく使いますね。はい。で、あと今回初めてちょっと、ハロウィンだったんで、一応ハロウィンっぽいものを。ハロウィンのチョコレートですね。リミちゃんがこういう卵型っぽいなんかチョコレートが大好きなので。そう、しょうちゃんもね。で、今回これがあったので、ちょっとこれを買ってみました、これならいっぱい食べれるかなと思って。食べますね。つまめますね、これ。やばいね。で、あともう一個、なんかこの食べっ子動物のハロウィンバージョンで、なんかなりきり仮想メガネがついてんだって。わかる。あ、そうそう、後ろになんかこれを切り取って、なんかメガネになるんだって。なんか遊べるやつ。へえ。ダメなイメージだったから、かぼちゃ味だったら買うのやめようと思ったんだけど、普通のバター味だったから買ってきた。これ美味しいじゃん。美味しい。これだったらお友達とかと遊んだ時とかにも持っていけるかなと思って。50袋も入ってるんでね、はいはい、これもね食べたいと思います。はい、はい、以上ですかね。以上です。リミは何が一番いい？食べたい。食べ子動物。やっぱ食べ子動物がいい。だよね。でもチョコレートもあんだよ。好きなの。卵チョコ。やばい、ぶどう食べたすぎて。やばい、ぶどう美味しい。そうでしょ。ぶどうとトマトとセロリが、あとブロッコリーを食べたい。ぶどう朝ごはんで食べようかなと思って。ということで、今回はねコストコの購入品紹介を購入品紹介を紹介してみました。はい、皆さんもね
ぜひ買ってみてください。ぜひぜひ買ってみてください。おすすめはワッフルと海苔と、はい、セロリとトマトですセロリとトマトは微妙だけど、え、セロリとトマト本当美味しいから。え、だって今日一緒に行った一緒に行ったお友達はセロリダメって言ってた。マジ？これがそう、これしょうちゃんのおと、あのおすすめの美味しいよね。これアニメも好きだ。あ、そうなんだ。食べて、今食べない、これからご飯だからまた明日おやつで食べよう。はい、ということで、はい、それではバイバーイ。ポンポン。